あ、おはようございます。めっちゃ久々ですよね、撮影。めっちゃめっちゃ元気でした300くらい。そう、めっちゃ成長した。倍くらい。そう、前回撮影した時より倍くらい上がった。あ、お願いします。あ、これワンワンですか？このワンワンはあのクリスマスプレゼントで担当からもらって。やる気めっちゃある。ほぼオールでずっと仕事してるから。あ、そう、美容師と、そう、普通に風俗系の夜と掛け持ちしてるみたいな。普通にホストが好きだから始めたっていう無料でお話できるしと思って。そう、めっちゃ、そう、前3代目の時よりめっちゃ頑張ってた。250か分かんない、そんくらい、多分200以上は使ってたと思う。いや、あれですね、あの5周年のエンジェルとホワイトデー のエンジェルですね。それなんかしょうもないシャンパンとそれ入れて100ちょいくらい書いて、多分エンスじゃないただたまに来る凡人週半分くらいは行ってた。半分以上は行ってる。行ってないですねはい、あの締め日に喧嘩してさよならしましたねはい、さよならしました勝手になんか幹部になれなかったとかよくわかんないこと言い始めたからふざけんなと思って、あの賭けを店入った瞬間投げつけてさよならした札束投げつけた散らばった。拾えって言われたけど拾わんかった35万ちゃんと返した、えらい。あ、言った、さすがに。いや、来ますね、めげないんで、バカなんでね全くないです。ヘルプは大好きだけど担当がうざいから絶対いかん。何なんだろう、なんかイライラさせないでくれたら私は黙って稼ぐし、正直前はアフターとかめっちゃしてほしいと思ってたけど、正直アフターとか天外とかすると稼げなくなるから、もう月1で天外でどっか遊びに行くか私の家に来てくれれば十分だから、まあ私のやる気をなくさない人であれば誰でもいい月1回私に時間を使ってくれる、まあとりあえず私が仕事始める前にちゃんと LINE をくれる、やる気をなくすようなことを言わない、店でしっかり煽り散らかしてくれる、シャンパン、それくらいそうじゃないとだって働く意味ないもん連絡先交換してその日は飲み直しはしたくない。仲良くなってからだったら行くけど。あ、そうそうそう、その人がどう営業かけてくるかによる。あ、知ってます。一応一回もないです。でも らしいですよね。めっちゃ有名なとこはあんま行ったことないんで、めっちゃ楽しみだなっていうのに。ひなたくんはなんか結構前から DM めっちゃ来て、まあ行ったことないんですけどだから本物ちょっとどんな感じなのかなっていうのを見てみたいなっていうのはあります。あ、顔はでも一番やっぱひなたくんが一番いいな。なんか売れてるからなんか別にいかんでいいかなっていう、自分頑張らなくていいなってなっちゃうから、だからほどほどくらいの人がいいんですよね。ほどほどくらいの人を売り上げバンって上げての方が楽しい。雑束投げていいじゃない雑束投げたのはもううざかったからあ、もう普通にあの指名本数もつけるし、あの月1絶対3桁会計するするとか言ってはい、お願いします。失礼します。またよろしくお願いします。あ、
お願いします。なにちゃん？あ、パトです。パッちゃん。これワタちゃんね。ワタちゃん、はい、どっか通ってたりするの？つい先月担当切って締め日に喧嘩して、おう、でも次行ったんだけど、うん、じゃあ今暑いってことじゃん。まあまあまあ、狙い目ね、みんな本気出すと思ったんだ。本気？うん、みんな本気出すよ、取りに行く。なんかでもさ、煽り散らかされないとさ、やる気出ない。何のために来てるのか分からない。あ、煽られに来てるみたいな。まあ確かに、あの、シャンコとかする方が気持ちいいもんな、普通に。喋りたいの？あ、みたいなのあるくない？あ、マイクね。喋りたい。喋りたい、危な。喋りたくないって言うんやけどね、普通。恥ずかしいみたいな。恥ずかしくない。恥ずかしくない。10分。肝っ玉座りすぎやろ。10分くらい話したの。いや、演説やん。10分も話してたね。100万以上使ったら話す。うん、10分。シャンコより長い、普通に、それ。だって、担当喋るのもさ、まあ、長くても5分ぐらいだ。倍以上。倍以上。まあ主役やからね。主役だから。まあ確かに。喋りたい。喋りたいやん。どういう話す？あ、そう。なんか、シャンさん全部飲み終わったら、うん、あのヘルプのよだれ入れてください。よだれ？ヘルプの髪の毛くださいって言って、あの、え、なんでヘルプなん？全部担当わかんない。あ、全然いらない。あ、全然ヘルプがいいや。あ、ヘルプ大好きなんで。あ、そうなの。え、それ髪の毛入れてんの？あ、違う、携帯の裏に入ってる。ちょっと怖い。今も？あ、今も前行ったお店の髪の毛入ってる。どうやって、それどうすんの？見て嬉しいみたいな。嬉しかった。あ、それ、あ、思い出みたいな。あ、思い出だけ。いや、それ別に。はい、ありがとう。ちょっと呼ばれたから行ってくるわ。ありがとう。お願いします。ありがとうございました。しのっています。あ、お願いします。担当にしてた人を私がちょっと辞めさせちゃっているので、まあでも本当に辞めって思わなかったんだけど、辞めちゃって、はいはいはい、でその時好きだったヘルプを今担当にしてる。はい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 。その理由聞いてもいい？え、その辞めちゃったっていう、あの、すべてのラインが痛すぎて、はいはいはい、ちょっと来る分がこんなんなの、うん、結構やばい。長文ってこと？そう、で、私も返すけど、うん、きついわと思ったし、で、私がヘルプ、好きだったヘルプを今示してんだって言ったら、うん、え、マジ嫉妬するし、ちゃんと話せば僕が一番あの天才なのに、なんでその子を示してんのみたいに言われて、うん、あ、やべえやつだなと思って。何も見ないと思う、そういう人。普通逆やん、なんかそう思うのって、まあ、それは確かに続かんかもね、ホストは。私はあの人生でホスグルやってて、うん、あの好きだったヘルプを担当にしたかったの、うん、はいはいはい、それができたから迷ったなって。すごいね。ヘルプをね、担当にするってやめさせないといけないじゃないですか。うん、確かに、確かに、絶対永久指名だから、うん。すげえな、そこまでできるの。ありがとう。あざす。どうも、はじめまして、いじりって言います。お願いします。あ、佐藤です。よろしくお願いします。え、このコルクにこれ何なの？あ、これ担当ですね。担当？名前書いてあるけど、その…あ、そう、それが担当。あ、担当の名前なの。そうそうそう、担当すごい格好してるけど。あ、そう、これを私、うん、もう一本シャンパン入れて強い。あ、なるほどね。じゃあ、つがいにさせると。あ、そうそうそう、だからこうなってる。でもちょっとあれだね、足ピンしてるから良くないね、これね。足ピン？足ピンは良くない。え、待って、じゃあどうしたらいい？カエル足にしよう、一回。こうやっていって、カエル足にしてから、くれよ。あ、でも私の方がいい。でもちょっと下目についてる。じゃあもう担当を連れてきてくれたんだ。あ、そうそうそう。じゃあちょっと待って、同業として扱わないと。同業同業。ちょっと、あ、これだったらね、お酒結構飲まれます？あ、結構飲まれる方なんですね。でも大丈夫ですか？うちのナンバーナイン同業結構あのテキーラ1本ぐらい開けちゃうお店なんですけど。あ、大丈夫？大丈夫らしい。わかりました。ストローで飲む。ストローで飲む？はい、テキーラを。はい。
あ、パソちゃんは結構お酒飲む。あ、高額使うけば起きれなくなっちゃうから。じゃあお酒は控えめにしてその日だけ楽しもうと。あ、そうそう。なるほど。じゃあありがとうございます。はい。わあ、レッツゴー。レッツゴー。始まったでしょ。始まったでしょ。僕を誘ってんのかな。あ、これ、あ、これはオジを誘ってる。だから僕オジだから、今年30だから。僕を誘ってるってこと。どんなパンツ履いてんの。え、かわいい。マイメルちゃん。マイメルちゃんは安いからダメだよ。なんかマイメルちゃんはかわいいよ。かわいいのはわかる、かわいいのはわかる。ただ安いから誰でも買えんねん。例えばね、その有名なやつ、ちょっと待って。ちょい10分ちょうだい。なんだっけ。いや、パンツは…待って、もう喋りかけない。マジで思い出す。さあ、サルト、サルト。サルト履いてない。都会で飲み直しになってアフターがありましたね。一緒にベッドに行きました。マイメロのパンツ蹴り飛ばすわ、そんな。はぁ、なんだよ。蹴り飛ばすやろか。だから、そこでサルト履いてみる。幸せにしようかな。いや、なんでさ、初回からさ、枕しなきゃいけないの。初回から枕なんかしたことないよ、僕だって。キモい、それは。僕はしないもん。ボケするような人見える。いや、しなさそう。あ、そうなんや。しなさそう。一旦乾杯するか。乾杯。ストーリー見てんだ、僕の。そこを見て、あ、この人はそういうことしないと思ってくれたんや。そういうこと。僕には女のファンついたことないけどね。そうなん。そうだよ、僕ホストしかあんま来ないけどね。しかは良くないわ。え、終わり。え、僕終わり。え、送りとかないの。送りにしろよ。怖っ、怖い。ありがとうな。またね、バイバイ。バイバイ。お疲れ様です。いや、まあ僕なりにはうまくできたなと思います。まあ、まず、まあ、圧倒的敬語。もう初対面なんでね、敬語。あともうレディーファースト、セクハラはしない、下ネタも言わないってことですかね。まあ僕はもうこれはもう本当に心に決めてるんで、全部僕の中ではまクリアっすね。全部。今夜は赤飯炊いて焼肉食います。赤飯の上に焼肉乗っけて、まあお金あるんで赤飯も焼肉も同時にいけちゃう。ありがとうございます。あ、お疲れ様でした。え、めっちゃでもね、楽しかった。あ、でもさっき言ってたひろとくんはめっちゃ良かった。なんか、なんだろう、なんかさっきも言ったんだけど、ストーリーとかに女の気配を出さないあたりが本当に私的には好印象かなって。え、もう私ストーカーだからちゃんと見てた。あ、でもゲップするのとパンツはちょっと嫌だなと思ったけど、でもあれくらい面白い方が楽しい。楽しましてくれないとホストはつまんないから。県外とかアフターされるよりはやっぱりお店が一番楽しい方がいい。そう、ぶっ飛んでるくらいの方が好き。だからあの子だったらシャンパン煽り散らかしてくれるかなって思うから、仕事頑張ろうって思えるかなっていう。いや、まあめちゃめちゃ営業かけてくれたら。はい、ありがとうございます。